闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前の。はい、始まりました、日刊マインクラフトの時間でございます。うすうす、日刊うす、今回もやっていきましょう。私 FB37 です。うす、ほら日刊マイクラフト男だぞ。あ、マックスです。あのマックです。ミオです。さて、前回ですね、こちらダークタワーのウルガストを倒して、おいしょ、このようなおしゃれな扉も手に入れまして、我々は満足でございます。めんどくさ、見て見て、これダークタワー、ダークタワー、ほら、ふぅぃー、おぉすげえ。行きたくない、この雨の中やることじゃねえな。でですね、ダークタワー見事攻略した我々ですが、次はイエティの巣。イエティの巣、はい、イエティの巣、この地図の真ん中下側にある、雪の地帯、ここに行こうと思います。お前ら準備はいいか。どうせ弱いんだろ。いいぞ。怖い。あ、ベッド持ったか。ベッド持ってない。持ってない。あ、持ってるわ。間違った。じゃあいいか、行くぞ。いいっすよ。絶対普通のこのドアの方がいいわ。遠い？いや、そんなに遠くないで。何分？50分くらい。高え。高え。高くはねえよ。遠いな。はい、ここでスワヒリ好みタイム。あ、スワヒリ、スワヒ、あれあれあれ、スワロリ、スワロリよ、おや、スワ、え、シュル、YouTube、スワヒリ。すごくない？スワヒリ語ってさ、もう皆目見当もつかないけど、どんな感じ。昔のあの第1話で作った家が見つかって、それについて喋りたかったけど、スワヒリ語中だったから。一卒できず。あと、ここ何、このルートは。だってこっちまっすぐなんだもん。ここに多分亡霊鉱山があるので、それを越えればですね。亡霊鉱山、そういえば亡霊鉱山のレース結局見てね、一回見たか。着いた、目の前だ。なんか俺は見た気がする。もう殺した。さあ、もう見えてきましたよ。なんだなんだなんだ、おーおー、すげえ。狼がゲロ吐いてくる。狼がゲロ吐く。笑いな。飲みすぎなの。さあ、イエティの、巣に着きましたよ。オスがいた。え、もう？うん。でも弱いんでしょ。アロマはどっち行ってる？ 4 方向あるじゃん。いていていて、めっ、なにこいつ、持ち上げてくる。ん？うわあ！お、あいつ一人で楽しんでる。どこ行きやがった。危ない、あいつ。4方向のどっちやねん。なんだ、4方向って。いて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 。イエティが、だから巣が4つあんのよ。え、近くに？ああ。いや、近くには二つだね。上か左だと思うんだけど、アルマのいるとこ。あぶねえ。さあ、じゃあ、三人で倒しに行くか。まあ、バッタリ合うかもしれんぞ。うおー、犬だ。おお。でけえ、こいつら。はい、できた。あれ、ザコイエティか。ほら、ほら、うおー、ほんとだ、ゲロ吐いてくる、こいつ。しかも弱え。俺も同じこと思った。全然強くない。別に強くない。どこだよ。これだ。やば。この中にいんの？おそらく。あ、こっちに入り口っぽいのある。どれ？なんか今ロードしたもん、若干。したね。いるわ。いるねー。いた。よし、俺がやってやる、こいつ。おいで、キックン、頼むぞ。くらえ！うわっ！この、あれ奥に投げ飛ばされた。投げ飛ばされた。奥にでかいのいる。わ、ちっちゃいの弱い。な、キラキラしてない、あいつ。うん、あいつキラキラしたゲロめっちゃ吐いてるね。ほんとだ。え、これ強いの？滑る。滑るわ。ほら、
お、すげえ、燃えてる燃えてる。キックの攻撃、さすが、炎の騎士だけある。めっちゃダダッコだ、めっちゃダダッコ。いてえ。やべえ、やられる。こいつ弓効かねえ、当然のごとく。逃げろ逃げろ、もうダメだ俺は。てててててて。あ、いや、効いてんのか。でもダメージ出ないの。効いてんじゃない。おお、びっくりした。ダメージ出てないな。ボスになってんのこれ。知らん。え、こいつあれなんじゃない、もうオブジェクトなんじゃないの。全く強くはないぞ。強くはない。うん、ただ吹雪連続で食らうと普通に死ぬ。あいつアルマの指でボスシュートしてきたぞ。外に強制入ってた。おお、すげえ勢いだよ。もうのいや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 、こいつドーモくんみたいだな。ドーモくん、わかる。ドーモくんだ。うわ、弱死んだ。意外と暗くてよくわからんのよね。おぶねえ。意外とスリリングじゃねえかよ。アイテム解除した？ボスの。したと思われない。持ってない、俺は。でねえの？俺は何も拾ってないな。え、上は？だって誰も回収してないもん。でないのか、わからん。え、でも、すぐボスに突っ込んだけど。一応6個あるけど。ここら辺にで倒したんだけど。いや、今回収したわ。おいし。よし、あと1箇所だ。うげえ！死ぬんじゃない？お、キックン初の死亡か？ここに来て。俺、本当に死ぬときうげえって言って死にそう。リアルでも？マジかよ。うげえ。ちなみに、偽赤木だったらなんて言うの？知りたくない、知りたくない。フリしといて、それか。確かに。あんまりウケず。いた、やめろ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 。あれ倒した？倒したな。なんか倒したっぽい。オッケー。さあ、じゃあ宮殿前まで行こうか。そこで防寒装備を作ろうぜ。うわー、痛い。到着。怪我は何個手に入った？いや、結構手に入ったで。28個。結構ある。これ34。27。38。アルファイエローの怪我は？アルファイエロー。それは持ってない。多分ボスの毛皮みたいなのもあると思うんだけど。毛皮そこら辺に散らばってるぞ、お前ら。アルファイエローはだから27。おお、すげえ。だからボスの毛皮装備とザコの毛皮装備は違うから。え？一緒だと思ってたのかよ、こいつ。オッケー、これが氷の宮殿か。すげえ幻想的だ。俺はワクワクしてくるぞ。でもこれどうやって入んの？インターホン穴開けるよ、いいんじゃない。ピンポーン。ピンポーン。いつの間に。どうする、とりあえず入る。装備先に作んないの？装備先に作るか、じゃあ。うえー、イエーイ。中がどうなってんのかわからん。よし、みんな防寒具作るぞ。わーい。じゃあ俺できたから装備していい？いいよ。じゃあ装備しちゃうぞ。だったらだだーだらだだー。あれ？あ、やった。おお。うわ。うわ。ひどい。うわ、なんだ、お前。これアルファリエティ。うわぁ、アロマヒーだ。おい、カニがいるけど、カニ将軍がいます、一人。カニ将軍だ。おい、カニ将軍。アルファイエティ、こうなっちゃうわ。俺、ただの、おっさんや。防寒具着たおっさんになりはってた。すげぇ、カニ将軍が。カニ将軍ちょっと、キックンに、つけさせてみ。カニ将軍俺着てみたい。はい。
かわゆーい。かわゆーい。ブサイクだね。なんだこれは。おー、親分的存在になったアロマが。変身、来たぞ。いいね。やっぱそっちの方が神々しく見える。何ついてんの、エンちゃんと。凍えるオーラ、ダメージ軽減。凍えるオーラ。なんか炎の装備は意識装備しないと結局ダメだったっぽいな。ええー、そうなんだ。今意識だから効果あるんじゃない？ほら。おい、あれ？あ、ないわ。はい。こいつら速攻で倒せる割にすぐ装備作れるからいい。サンキュー。灼熱装備なんて全然作れなさすぎだろ。え、強えからな。え、この防寒装備って強いの？いや、アロマの方は強いと思うよ。俺らの方はなんか。防寒装備は、耐久力が神。あ、そうなんだ。アロマのやつは？それなり。今さら俺らがつけるような代物？それはちょっと言い難い。あと、カニ将軍にあんまり指図はされたくない。指図してないって。聞いただけでしょ。じゃあ早速、防寒装備を作ったことだし、中に潜入してみましょうか。お、じゃあ、お前寝なくていいのか。ここで寝てく？まあ何があるかわからんからな。まあ一応、やっときますか。憎しみが溢れ出すかもしんないじゃん、ここに。そうだな。雪を大厄災じゃん。大厄災来るかもしれん。やったー。再開するしな。ね。